ばんは。ひっそりこっそり告知もせずにインスタライブやりたいと思います。ゆっくりしてってください。眠たい人とか今日はちょっと静かめな曲をね、突然のインスタライブだったんで、家で歌ってたらなんか歌いたくなっちゃって、歌いたくなっちゃってっていうか、家でずっと歌ってたらなんかこれってインスタライブした方がいいんじゃないのかなって思って、ちょっとひっそりやりたいと思います。ラジオみたいな感じで聞いてください。ありがとう。じゃあちょっと新曲をちょっと歌いたいと思います。愛という名前の花、咲いてはしおれてゆく、注がれて優しさを忘れられぬまま、私のことを見つめて、愛していると言って、もう一度聞こえるなら、それだけで蘇る、あなたを諦めたくない、変わることない私が聞こえる、See my love、
とうございます。突然のインスタライブにもかかわらず来てくれて嬉しい、ありがとうございます。イエイエイエイ。いやー突然すいません。なんか家で練習してたら家で練習っていうか、まあ歌ってたら、これはもうインスタライブした方がいいんじゃないのかなって思って、今日ここ偶然インスタライブにちょうどインスタライブを見てて、見てくれた人がね、偶然な感じで、偶然の出会いみたいな感じで、まあ突然やるようなこともね実はあるんですよ。では今日はなんかちょっともうこんな時間ですし、あんまり大きな声で歌うのもあれかなって思ったんで、ちょっとねまったりした曲を歌っていきたいと思います。まあ、今日緊急事態宣言みたいなのもあったんで、多分結構まあ不安な人がねいっぱいいると思うんで、なんか眠る前のラジオみたいな感じで聞いてってくれたら嬉しいです。まあ、私自身もちょっと寂しかったっていうのもあったんで、でもね全然元気だよ、元気なんだけど、せっかく歌を歌える、歌えるっていうか歌ってたんで、ぜひ聴いてください。
ことは君と出会うまで嫌なほど満喫してきたんだ。だからこそそれ以上の孤独がないことを知ってるから、そばにいたい、そばにいてね、僕の隣に。 I live, I live for love, love. 愛しい人のためなら全てを捧げる、そんな love, love for love. I live, live ここに愛はある。 I live, I live for love.人のためなら何度だって立ち上がれる。 Love, love for love. I live, live. 憧れてたこれが愛だ。ありがとうございます。いやー、なんか夜中なのでちょっと静かな声で歌ってます。皆さん聞こえますか？私もななみさんのためなら何度だって立ち上がれるよ。わー、嬉しい嬉しい、ありがとう。抑え気味だからすぐ近くで歌ってくれてる感じがする。嬉しい、近くですよ。素敵、ありがとう。澄んだ温かい歌声ですね。とっても優しく大好きな歌声です、大好きな曲ありがとうございます。いや、こちらこそ。あー、いいわー、パチパチ最高すぎ、癒されました、いつも聞いて安心した歌声、素敵、癒されます。明日、いや、私もね頑張りますよ。イエーイイエイイエイ。あの、突然のインスタライブでごめんなさい。なんか今日は結構あのいろんなニュースがねあったので、あのみんながちょっとだけでも元気になったらいいなって思って、で私もちょうど部屋でね静かに歌ってたので、これはもうラジオをしようって思って、ちょっとね顔がお風呂上がりでピチピチな、ピチピチっていうかすっぴんピチピチなので、ちょっとね声だけで失礼します。今日はすごく幸せな一日で締めくくれました。嬉しい、ありがとうございます。こういうラジオ形式もねいいですね。じゃあ次は何を歌おうかな。ちょっと久しぶりに歌いたい曲があるんですよ私。昔に出してた曲を聞き返してたら、あのなんか久しぶりにこの曲歌いたいなって思った曲を。世界が
すごい懐かしい歌を、オンリーロンリーっていう曲ですね。この曲あんまりライブでも歌ったことがなかったので、ちょっとね久しぶりに歌いたくなっちゃった。もしこの中にオンリーロンリー知ってくれてるって人がいたら嬉しいな、嬉しいな。今日アップしてた曲聞きたい。あ、ラストキスかな。これもすごい好きってなってしまいました。嬉しい。深夜に合う、そうですね、ちょっとセクシーな歌ですね。ライブに行った時を思い出します。わあ嬉しい、ありがとうございます。ななみちゃんを好きになった曲、本当？じゃあもう一回好きになっていただきましょう幸せ、私も幸せ。あ、次のさよならは世界の終わり聞きたいです。ありがとうございます。しっとりしてる耳と声に、心と優しい声、嬉しい。じゃあ次のさよならは世界の終わりだ、歌おうかな。好きなだけ独り占めすればいい。
次のさよならは世界の終わりだでした。いやー、確かにこんな夜中に合うというか、こんな夜中にもってこいの曲なのかもしれないですね。嬉しいです。泣けてくるのはなぜかな。わあ、嬉しい。なんか日頃しんどいこととかあったらね、ぜひ泣いてほしいな。いい夜だ、嬉しい。はい、はい、好きです。私も久々に聞けた気がする、嬉しい。あー、確かに久しぶりに歌いましたね。巨人のお話しばらくやってないから歌えるかな。みんなありがとうございます。たくさんカポはつけてたかな。この世界は、こっちか。この世界は残酷なもの、弱いもの強いもので儚くできている。でも必ず返すことない命のまたたきは美しい。すごい久しぶりに歌った。ですね、この曲デビュー曲の、カップリングになってるんですよね。初めて MV 見た時泣きました。あ、嬉しいです、ありがとうございます。さっきスターをリクエストしてくれてる方がいたので、ちょっとスターを、あ、エンジェルスカイもすごい懐かしいね。エンジェルスカイ、エンジェルスカイ、エンジェルスカイ、Angel eyes, angel cries, angel heart, what can I say? Angel sky, angel sky, angel eyes, angel cries, angel heart, what did you say? スター歌いましょう。スター、こんな時にちょうどいいかもしれないですね。眠れない夜に書いた曲なんで、顔を見れない皆さんにね、聞いてほしいな。必ず誰かが言う。
shooting star。じゃあちょっと愛が叫んでる見たので、あのね、あともう少しで私充電が切れそうなんですよ、ごめんなさい。なので今日はここまでという感じで、愛が叫んでるをちょっと歌って終わろうかな。今日はなんかバラードいっぱい、ごめんなさい。愛が叫んでる、あのきっと不安なね人いっぱいいると思うんですけど、私も不安だから今日歌ってました。インスタライブしたらいいかなって思って、突然なのに来てくれてありがとう、嬉しいです本当に。じゃあデビュー曲の愛が叫んでるをやります。ちょっとね今日ね夜中なんで静かなんで、あの私元気ないと思わないでね、すっごい元気なんで聞いてください。愛が叫んでる。光さえ見えない海の底にいるように苦しくて怖くて瞳さえ閉じたまま犯した罪時だからこそ愛を忘れないようにね。突然のインスタライブなのに聞いてくれてありがとうございました、またねいつかこうやっていきなり始めるかもしれないんで、また聞いてくれると嬉しいです。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。またね、指またね、ありがとう、大好きです、おやすみなさい、ありがとう。